ちは、じゅんです。今日は神格さんのクエストをやっていきたいと思います。これはあんまり読めない。まあ、さっき調べたんだけど、なんだっけ、境内玉格だと思いますけど、意味は全く分かりません。で、なんだったっけ、玉境内に行って行幸の演説を聞く。最近軍玉閣の再建についての噂が劉衛公で広まっている。玉境内に行って玉公え違う行幸に詳しいことを聞いてみよう。どこでしょう。あ、この近くにいる。あそこらしい。はい、行幸と他の人たちがいる。今日皆を招いたのは、とある重要なことを知らせるためよ。今日皆を招いたのは、とある重要なことを知らせるためよ。すでに知っている人もいると思うけど、近々軍玉閣を再建するつもりなの。すでに知っている人もいると思うけど、近々軍玉閣を再建するつもりなの。軍玉閣を再建？とんでもない規模の工事になりそうだな。軍玉閣を再建？とんでもない何かの工事になりそうだね。これ規則と、なんだっけ、次のは木草火大きい。はい、規模。はい、規模。これは今、使ってない。使わない。とんでもない規模の工事になりそうだな。確かに、そういった噂を耳にしたことがある。道理で建材の値段が急騰したわけだ。確かにそう、確かにそういった噂を耳にしたことがある。道理で、建材の値段が何かしたわけだ。急、上がったっていう意味だろ。でも読めない。ちょっと漢字難しい。月と123456と何だったっけ。馬か。はい、馬。ちょっと違うけど、間違ってたけど、9と何かとっても高い場所に行くこととか、急騰する。ここに探したらどう？ここで探したらどう？って言った方がいい。 Sudden rise in price。 はい、物価が急騰した。もう分かった。はい、続けよう。軍玉閣は行幸様にとって特別な意味を持つもの。もしこの件でお役に立てれば。軍玉閣は行幸様にとって特別な意味を持つもの。もしこの件でお役に立てれば。行幸様、俺らに手伝えることはありますか？行幸様、俺らに、手伝えることはありますか？そう慌てないでちょうだい。数日前、この噂が広まったことで、各方面からこれについて関わりたいという連絡が入ったわ。そうで慌てないでちょうだい。
数日前この噂が広まってたことで各方面からこれについて関わりたいという連絡が入ったわ。関わるか、合ってるの、関わる、はい、はいはいはい、意味はわかるけど読み方はおよそな見当はついてたから探した。はい、差し当たり手元にいくつか案件があるからあなたたちにも任せたいの。差し当たり手元に手元にいくつか案件があるからあなたたちにも任せたいの。差し当たりっていう意味は何だろう。差し当たり For the time being、聞いたことないねこれ。ちょっと違う。差し当たり漢字あるのかな。差し当たり For the time being。 はい、現状すでに立地の選定は終わったわ。必要な建材の準備も完了してる。でもそれ以外に3つある肝心なものが準備できていないの。現状すでに立地の選定は終わった。必要な建材の準備も必要な建材の準備も完了してる。でもそれ以外に3つある肝心なものが準備できてないの。リッチ、まずはリッチ、ちょっとね、リッチ choosing a site for industry stand position、 ちょっとね、はい、リッチ、あとね、選定は何だろう。あ、選択ことか。選定する、選定、例文の選定がまずかったです。うん、 あと肝心、あ、これコピーする。肝心なこと、 essential, important、 あ、とても大切なことかな。あ、落ち着きが安心です。安心だね、はい、肝心、はじめが肝心、うん、とても得、とても、なんだっけ、重要なこと、肝心、わかった。その3つが名か不上意思、戦機革新、そして戦果受付。これは全然読まない。その3つがなる、何か浮かぶ、正意思、戦、それとも、はい、まあ分かんない、戦、夜、国心、そして戦果、呪い、不受付、呪音の呪か、だから戦火呪符かな、覚えてない。その僭越ながら申し上げますが、不浄の石以外の2つは聞いたこともないのですが。その、これどうやって書くんですか。あと左には人弁があると分かってるけど、それは素手の部分だね。1,2,3,5,6 とか、1、もう、なんだ、なにこれ、まずいね。あとは火、これ、あ、出た、出た。僭越ながら、その僭越ながら申し上げますが、これいいね。僭越ながら、うん、好き、このセリフ、せながら申し上げますが、浮かぶ
say floating.不正の意思以外の密は聞いたこともないのですが、名家という名は十分な大きさの浮上の意思に与えられるわ。これは浮上軍玉閣が宙に行くための基盤となるものよ。そして戦機革新は軍玉閣内部の機械構造の核となる部分ね。ちょっと待って、ここは不正と書いたんだけど、ここはフローティングって書いてあるけど、ここはトランジェントライフで、行幸さんは浮上って言ったじゃん。何これ、どう読むの、不正。ちょっと待って、これは全く分からへん。いや違う、ちょっとね、もうもう不正、この言葉は使わないけどね。これという名は十分な大きさの浮上の意思に与えられるわ。これは軍玉閣が宙に浮く、それだけ、宙に浮くための基盤となるものよ。だから浮くとカバンじゃなかったっけ、基盤ね。でも意味は何だろう。あ、もうこれ、はい、基盤、ベーシック、ファウンデーション、はい、土台とか、はい、基盤、あ、もう書いた、すいません基盤設備、ベーシック、はい、土台とかベース。だからこれは軍玉閣が宙に浮くための基盤となるものよ。そして千何か国神は軍玉閣内部の何だろう、何か構造の傷となる部分ね。機械ね、はい。だから何だったっけ、機械構造、mechanical structure、まあ機械はもうわかるけど、構造は、まあ機械構造はね、待って、これとか structure construction、脳の構造は複雑だ。 The structure of the brain is complicated。 心臓の構造については中学で習う。わかった、はい、続けよう。軍玉閣内部の機械構造の核、それは核かな、核ね。でもね、 stone of a fruit、 core of an organization、 core、 はいはいはい、 core、 わかった。戦火呪符は機械装置と仙人の砲術を結びつける役割を持っている。他の2つ同様必要不可欠なものね。なんで簡単に話さないの、行幸さん。戦火呪符は機械装置と仙人の砲術
をまたたびつける役割を持っている。他の2つ同様必要不可欠なものね。まあ読めるかもしれないけど全然わかんないよね。戦火呪符は機械装置と仙人の砲術。ちょっとね、 means method 砲術、これ砲術を、これまたたびだよね。またたび、再びじゃない。ちょっと待って、これはもう見たけど、もう勉強したのに何だったっけ、もう覚えてない。ムカつく。あ、結びね、結び。はい、仙人の砲術を結びつける役割を持っている。他の2つ同様両方ということか。 同様 similarly、 他の2つ同様必要不可欠、必要不可欠、 essential。長いね。ちょっとね。必要不可欠。必要不可欠。長いね。essential。必要不可欠なもの。いいね。でもこの言葉。戦火呪符は機械装置と仙人の砲術を結びつける役割を持っている。他の2つ同様。必要不可欠なものね。3つとも希少な素材ではあるけど、あなたたちの人脈と能力をもってすれば見つかるのも時間の問題よね。3つとも希少な素材ではあるけど、あなたたちの人脈と能力をもってすれば見つかるのも時間の問題よね。人脈、personal connections っていうか、なんか知ってる人たちとか、あの他の人たちとの関係とか、ちょっとね、はい、 personal connections、 まあ彼は社外で人脈を、あ、なんだっけ、築いている。人脈、面白い。人脈か。うん、分かった。でも、兵は神速をたっ飛ぶもの。たっ飛ぶ。何よりも効率が大事よ。見つけてくれたら、いいねで買い取らせてもらうわ。それと、3つの素材を集めるのが早かった3名には、私に質問する機会をあげる。たっ飛ぶってなんだろう。ちょっと違うこと、出たこれね。 To value, to prize, to esteem and respect。 たっ飛ぶ、我々は時間を守ることをたっ飛ぶ。分かった、まあ、はっきりだよね。それともたっ飛ぶ、はい。でも平和神速をたっ飛ぶもの、何よりも効率が大事よ。見つけてくれたら、いいねで買い取らせる、いいねで買い取らせてもらうわ。それと、3つの素材を集めるのが早かった3名には、私に質問する機会をあげる。もちろん、どのような質問にも答えるわ。この見返りは、きっとみんなを満足させることでしょうね。もちろん、どのような質問にも答えるわ。この見返りはきっとみんなを満足させることでしょうね。見返り？それとも見返り？見返りね。This reward。
ああ、見返り、リワード。見返り。先ほどの品々を見つけ出すのは至難の技。しかし、来年のリーユエ校の計画について聞くことができたら。先ほどの品々を見つけ出す、見つけ出すのは、至難の業。しかし、来年のリーユエ校の計画について聞くこ、はあ、もう、早口みたい、早口言葉みたい。リーユエ校の計画について聞くことができたら、でも、至難、至る難しい。至難、違う。Extremely difficult。うん、思考の難しさとか。まあ、わかった。至難。とっても難しいなこと。至難の行。その価値は計り知れないものになる。計り知れないものになる。行幸様から情報を得たものこそが、史上の棋戦を制することになるはず。その価値は計り知れないものになる。行幸様から情報を得たものこそが、史上の棋戦を指す、指する？それとも接することになるはず。ちょっとね、これは。うん、トゲするじゃないけど。ちょっと制限のせいかな。To control、制する。To control。わかった。史上の棋戦、棋戦もわかんない。Tip？ だって、まあ案があるけど。ね、ちょっと書いてください。書かない。何やったの。壊れた。はい。え、なんで書かないの。死んだんじゃないけど。死なん、死んだんじゃない。棋戦、棋戦を制する。 To beat someone to the punch. To get the drop on someone. To forestall. これ面白い。うん、彼に棋戦を制された。連中がこのことに気づかぬうち、棋戦を制した方がいいでしょう。棋戦、ついてるぞ。つい最近、不浄の石に関する噂を聞いたばかりなんだ。こうしちゃいられん。俺は先に失礼させてもらうぜ。はあ、ついてるぞ。つい最近、不浄の石に関する噂を聞いたばかりなんだ。こうしちゃいられん。こうしちゃいられん。俺は先に失礼させてもらうぜ。まああんまり早くないけど。俺たちも行くとしよう。先を越されるわけにはいかない。俺たちも行くとしよう。先を何か、何なのこれ。されるわけにはな、え、されるわけにはいかない。でもどう読むんですかそれ。まあ一人、左にはこれがある。と、1、2、3、4。こん、もう忘れた。ああ、これか。こんな感じか。ゆえ。される。こさ、こす。ああ、こすか。Surpass, to be better than, to exceed, to cross over. コス。わかった。ああ、わかった。俺たちも行くとしよう。先を、越されるわけにはいかない。軍玉閣の再建か。これってかなり重要なことなんじゃないか。
オイラたちも行ってみよう。軍局系の再建か、いや違う、軍局核の再建か、これってかなり重要なことなんじゃないか。オイラたちも行ってみよう。先ほどの話、あなたたちも聞いていたようね。どうかしら、興味はある？先ほどの話、あなたたちも聞いてたようね。どうかしら、興味はある？本当にどの質問に答えるの？この私が知っていることであれば何でも。真実を教えるわ。この私が知っていることであれば何でも、何でも。真実を教えるわ。妹の情報を聞けるかも。本当か？じゃあ、オイラは行幸がどうやって商売しているのか聞きたいぞ。本当か？じゃあ、オイラは行幸がどうやって商売しているのか聞きたいぞ。その秘密がわかれば、オイラたち、もう二度とモラに困らなくて済むだろう。この秘密が分かれば、はい、オイラたちも二度とモラに困らなくて済むだろう。もちろん教えることは可能よ。ただし、それはあなたたちの働き次第ね。もちろん教えることは可能よ。ただし、それはあなたたちの働きしようね。次第ね。軍玉閣の再建に使われる土地はかなり広大なもの。今回黄金屋の近くにある廃工場にその場所を手配したわ。集めた素材はすべてそこに送り届けてちょうだい。軍玉閣の再建に使われる土地はかなり広大なもの。今回黄金屋の近くにある鉄城にその場所を手配したわ。集めた素材はすべてそこに送り届けてちょうだい。ちょっとね、この言葉ね、発すだけど、ここかな、こんな感じ。あとは鉄、鉄か、違う、宝石の鉱ね、廃鉱、まあ、abandoned mine、まあ、この言葉は決して使わないだろう。まあ、書くけど、もう、まあ、いい。廃工場にその場所を手配する。to arrange。はい、手配する。to arrange something。黄金屋の近くにある砲台？廃工、何これ、廃工、はい。の近くにある廃工場にこの場所を手配したわ。私は別件があるから、あなたたちと一緒に行くことはできないけど、到着したら私の秘書に話を聞いてみるといいわ。私は別件があるから、あなたたちと一緒に行くことはできないけど、到着したら私の秘書に話を聞いてみるといいわ。秘書は何だろう。あ、secretary。本当か。師匠。書道。ちょっと待って。まあ、秘書だな。秘書。secretary。それは勘誘だろう。そう、めったにない機会よ。あまり時間をかけすぎると、他の人に先を越されちゃうから、気をつけて。うん、そう、めったにない機会よ。あまり時間をかけ、ちょっと待って。あまり時間をかけすぎると、他の人に先を越されちゃうから気をつけて。うん、先を越される。行幸って、やっぱ忙しそうだな。オイラたちも早速出発しようぜ。行幸ってやっぱり忙しそうだな。オイラたちも早速出発しようぜ。とりあえず、玉境内を離れて、って。あ、新閣さん。あそこを見てみろよ。
なんだか妙な感じだぞ。とりあえず、行境内を離れてて、ん？あそこ見てみろ。なんだか妙な感じだぞ。姉ちゃん、ずいぶんと優雅な佇まいだな。それに気品もある。これ軍玉閣の再建争いで独走するんじゃねえか。姉ちゃん、ずいぶんと優雅な、何それ、まっともない。まあわかんないから書くしかない。あのね、人弁と浮かんむりと蝶、appearance、 たたずまい、たたずまい、わかった。でも例文見てみたい。ない。はい、ありがとう。優雅な佇まいだな。それに下品、気品。dignity、 気品。はい、気品ね。でももう一回なんだろう。 elegance、 refinement、 grace、 気品のある、優雅な人だね。わかった。 elegant っていうことだよね。それに気品もある。こりゃ軍玉閣の再建争いで独走するんじゃねえか。独走かな。独走じゃない。走る。あ、独走だろ。独走、running alone。あ、ただの、わかっ、まあ、あまり使わないこの言葉も私。まあね、まあ、書く。あ、姉ちゃん、随分と優雅な、住まい、たたずまい、たたずまい。優雅な佇まいだな。それに気品もある。こりゃ軍玉閣の再建争いで独走するんじゃねえか。あれら、再建に必要な素材の情報を持ってるんだ。どうだ、あっちの静かなところでゆっくり話でも。俺ら再建に必要な素材の情報を持ってるんだ。どうだ、 あっちの静かなところでゆっくり話しても。必要ない。必要ない。さあ言うなって。ほら、悪いようにはしねえから。そう言うなって。ほら、悪いようにはしねえから。おい、ボサッとすんな、早くついてこい。おい、ボサッとすんな、早くついてこい。ボサッと、ボサッと、ボサッとする。例文ない。でもカタカナで書いた方がいい気がする。あ、でこれボサッととか、ボサッとすんな、早くついてこい。あ、はい。え、何この名前、今日、それとも強、何すこれ。この名乗りは何だろう。風立ちしするの。おい、今の聞いたか。あいつら情報を持ってるらしいぜ。今オイラたちに一番必要なのは情報だ。今オイラたちに一番必要なのは情報だ。行ってみよう。まあ行こうか。でもまずこれが欲しい。なんだったのかな。爪じゃない。爪じゃないの。まあ爪、なんか
違う違う違う、何だったか、シード、ちょっとね、これただの草か、種、種、あ、不思議だね、ポケモンのやつね、種、はいはい、じゃあ行こうか。あ、この近くか。情報商品について行き、情報を聞く。ここかな、こっちか、あっちか、はい、あっちですけど、種集めたいから、ここにはいないみたいだな。もう少し下の方を探してみるか。情報商品と見知らぬ諸女の争いを観察する。もう逃げ場はないぞ姉ちゃん。もう逃げ場はないぞ姉ちゃん。何も俺らは悪人じゃねえ。安心しな。ちょっとばかしモラを払えば貴重な情報が手に入るんだ。お互いに損はしない。何も俺らは悪人じゃねえ。安心しな。ちょっとばかしモラを払えれば、払えば奇獣な情報が手に入れるんだ。お互いに損はしない。親分、なんだか嫌な予感がします。彼女明らかに他の人とは違う雰囲気というか、髪も白いし、見た感じ普通の人間じゃないですよ。親分、なんだか嫌な、嫌な予感、予感、はい、嫌な予感がします。彼女明らかに他の人とは違う雰囲気というか、髪も白いし、見た感じ普通の人間じゃないですよ。それが何だってんだ。久々の上物だ。こいつから絞り取らねえでどうやって借金を返すってんだ。え、この感じマジで変だね。あ、それが何だってんだ。久々の上物だ。こいつから絞り取らねえでどうやって借金を返すってんだ。ちょっとね、絞り取る、絞り取る、絞り取る、 to exploit, to extort, to squeeze someone。 はい、絞り取る、絞り取る、で借金、debt, loan, liabilities。 ああ、わかったわかった。こいつから絞り取らねえでどうやって借金を返すってんだ。あ、わかった。言ったはずだ、主らの情報など必要ない。言ったはずだ、主らの情報など必要ない。先ほどの言葉が聞こえていなかったのなら、最後にもう一度だけ忠告する。先ほどの言葉が聞こえていなかったのなら、最後にもう一度だけ忠告する。忠告、warn。 わかった。あのな、姉ちゃんよ、ガキじゃあるまいし、これくらいわかってほしいんだが。あのな、姉ちゃんよ、ガキじゃあるまいし、これくらいわかってほしいんだが。お前が必要かなんて関係ないんだよ。おとなしくモラを渡せば済む話なんだからさ。お前が必要かなんて関係ないんだよ。おとなしくモラを渡せば済む話なんだからさ。我はおっと、下手な言い訳はするなよ。お前がモラを持ってることぐらいわかる。さっきこの目で見たからな。おっと
と、人の言い訳はするなよ。お前がモラを持ってることぐらいわかる。さっきこの目で見たから、見たからな。ルリ亭で宅に乗り切らないほどの料理を注文してただろう。え、ルリ？でも、ほんの少し口にしただけで箸を置いていた。え、今ルリって言ったじゃん。何これ、リュウエじゃない。え、ちょっと待って。ちょっと待って、リーユエって、あ、え、ちょっと違うけど、え、ルーリー、何これ、出ないの、ルーリー、これ、え、でも、え、違う、全然違う、これはな、流れるのことかな、な、いや違う、それは山水があるから流れる。ここはなんか一人にはおがあるから違う。これ竜、意味はもうラピス、あと理由への Love and Redemption、 ルリー、あ、ルリー、ラピスラス、あ、へえ、ルリテーで、あとそれ読めない、え、ルリ、ルリテーで、この、これはマジでわかんない、アーボル、ルリテーで。タク、それともショック、テーブル、タクに乗り切らないほどの料理を注文してただろう。ああ、ルリテー、ああ、なんか場所か、ルリテーでタクに乗り切らないほどの料理を注文してただろう。でもほんの少し口にしただけで箸を置いていた。テーブルっていうことか。そして新月軒や万民堂でも同じように看板料理を全部注文したが、どれも一口しか食べてなかった。そして新月館や何かどうでも同じように看板料理じゃないけど看板料理、サインボードディッシュ、ああ分かった、看板料理、ある場所のとても特別な料理とか、看板料理を全部注文したが、どれも一口しか食べてなかった。金持ちの嬢ちゃんでもない限り、そんな贅沢なことできやしない。贅沢、そんなにモラを持ってんだから、少しぐらい分けてくれてもいいだろう。贅沢、 Luxury, Extravagance、 わかった。金持ちの嬢ちゃんでもない限り、そんな贅沢なことできやしない。そんなにモラを持ってんだから、少しくらい分けてくれてもいいだろう。まあ、師匠にはリーユエ校で騒ぎを起こすなとそう言われたが、師匠にはリーユエ校で騒ぎを起こすなとそう言われたが、まあいい、もしかしたらこれも運命なのかもしれない。まあいい、もしかしたらこれも運命なのかもしれない。かっこいいね。親分、何か様子が変ですよ。親分、何か様子が変ですよ。ビビる必要はねえ。俺らは情報を売ろうとしてるだけだ。
法には触れてないだろう。こいつが手を出してきたら逆に訴えてやるさ。ビビる必要はねえ。俺らは情報を売ろうとしてるだけだ。法には触れてないだろ。こいつが手を出してきたら逆に何か得て やるさ。ちょっと訴えるか。To sue。わかっ、To raise, to bring to someone's attention, to appeal, to complain, to sue a person。ああ、訴える。To、あは、わかった。To bring someone to court、うん。これは便利な言葉。見つけたあの人たち、まだ押し売りしてる。押し売り。They press in order, like,They press people so that they buy stuff that they sell. 押し売り。 High pressure selling. Oh, 違う。 まだお前らか。 またお前らか。 また。 千眼軍?どうして千眼軍がここに。まさかお前が通報したのか。余計なまねを。これは俺は都合って言った。千眼軍、どうして千眼軍がここに。まさかお前が通、まあ、通常じゃないの。ただのなんか情報の情から通常通語って言ったけ。え、ちょっと待って。これは To report 通報。 To report。 ああ、通報。 To report 通報するね。黙れ。また人を脅迫しているんだろう。ついてきてもらうぞ。黙れ。また人を脅迫しているんだろう。ついてきてもらおうぜ。もらうぞ。嘘を、怖い顔しないでくれよ。ちゃんと説明する。落ち着いてくれって。そう怖い顔しないでくれよ。ちゃんと説明する。落ち着いてくれって。白毛の女性に、何だったっけ、絡まる、絡んでる。あ、わかんない。大丈夫、安心して、もう大丈夫だから。神格我の名だ。おお、神格っていうのか。オイラはパイモン、こいつは旅人だ。よろしくな。まあ、旅人は名前じゃないけど。主らの名は知っている。宣告は助けてくれて感謝するぞ。主らの名は知っている。宣告は助けてくれて感謝するぞ。無論我一人でも解決できたがな。あやつの首根っこをとっ捕まえて頭部を地面に3回叩きつけてやれば諦めると我は判断していた。もうこいつも難しくしゃべるか。無論我一人でも解決できたが、な。あやつの首根っこをとまえて、頭部、顔部。
頭部。頭部を地面に3回。どう読む？叩く。うん、そうね。頭部を地面に3回叩きつけてやれば諦めると我は判断していた。頭部。叩く。うん。ちょっとね。はい、うわあ、そんな暴力を振るっちゃダメだぞ。あ、そんな暴力を振るっちゃダメだぞ。ここはリーユエコーだから、リーユへの法律をちゃんと守らないと。ここはリーユエコーだから、リーユへの法律をちゃんと守らないと。法律？法律？神格は法律を知らないの？うむ、確かに聞いたことはない。確かに聞いたことはない。そうなのか？じゃあこれまで。そうなのか、じゃあこれまで。何か音が聞こえた。ああ、我の腹の音だ。腹が空いているからな。あ、我の腹の音だ。腹が空いているからな。あっさりと認めたぞ。あっさりと認めたぞ。そういえば、神格はいろんな店で料理を注文して一口ずつしか食べなかったってさっきの人たちが言ってたけど。そういえば、神格はいろんな店で料理を注文して一口ずつしか食べなかったってさっきの人たちが言ってたけど。そんなんじゃお腹がすくに決まってる。うん、何か食べたいものはないのか？そんなんじゃお腹がすくに決まってるんだろう。決まってるだろう。何か食べたいものはないのか？精神、ルリユリ、ルリ袋、それらを普段は食している。精神、ルリグ、え？何かルリ、何かルリ袋、それらを普段に食している。どれも、あ、薬剤、薬剤、それは薬、薬と剤、薬剤、マジで、え、マジでこう読む？薬剤、あ、薬剤、はいはいはい、薬剤、違う、薬、ちょっとね、え、これね、薬剤よね。ああ、これはまあ本物の世界に存在しないから、まあ存在しないと思うから、ああ、勉強にならなくてもいいと思う。薬剤？どうやらよくわかってないみたいだな。うん、近くに不袋があるし、そこに連れて行ってお腹いっぱい食べさせてやろうぜ。どうやらよくわかってないみたいだな。近くに不袋があるし、そこに連れて行ってお腹いっぱい食べさせてやろうぜ。その言葉さっき見てたんだけど、これね、ふぼくろ。でもこれなんだっけ、これ漢字かカタカナじゃないか。ああ、そうかな、ふぼくろ。お腹がペコペコなままだと力が出ないからな。お腹がペコペコなままだと力が出ないからな。なあ、神格を、神格ってもしかして仙人なのかな。まあ仙人に、ね、初めてリーユエコーに来たみたいだし。そうね。それに常識も、ちょっとないだろ。うん、
ない仙人だったとしたら納得できるんだけど、まあやっぱりね、どんな仙人なんだろう。ようこそ、どういった薬をお求めでしょうか。え、ようこそ、どういった薬を求めでしょうか。精神瑠璃百合瑠璃袋、どれも 250g ずつ頼む。精神瑠璃ぐり瑠璃袋、どれも 250g ずつ頼む。それはどういった処方でしょう。まるで薬で食事をするかのような量ですね。どうぞ、今ここにある在庫のすべてです。在庫、それはどういった処方でしょう。まるで薬で食事をするかのような、重ですね、それとも量ですね。どうぞ、今ここにある在庫のすべてです。ちょっと待って、在庫か、在庫、存在と違う、在庫、幸運じゃない、在庫、ストレージ、スタック、今ここにある在庫のすべてです。あとこれね、これ重いの感じじゃないのかな、重いじゃない、ちょっと書かなきゃいけない、あの火と火と一と理、量、はいはい、残量とか、はい、感謝する、感謝する、ありがとうって言った、本当に食べてるぞ。これが驚いて、これで十分だ、しそうになった、これで十分だ、しそうになった、しそう、ごちそうのしそうね。味はどうだった、本当に美味しいの。いや、まずい、いや、まずい、ほのかな清涼感はあるものの、食べ過ぎれば口の中に残るのは苦味と酸味と渋みのみだ。なんか refreshing feeling、 清涼感、 sensation of coolness、 清涼感だね。ほのかな faint、 かっこいい感じね。簡単なのにかっこいい、ほのか、ほのかな、はい、ほのかな、ほのかな清涼感はあるものの、食べ過ぎれば口の中に残るは、空時と何も読めない、何も読めない、まずはくし、苦味、 bitter taste、 苦味、これほのかな、これ苦味、あとこれはしょっぱい、しょっぱいじゃない、まあ見たことあるはずなのに、無、はい、こんな感じ、酸、酸、アミノアシッドの
言葉、何だったっけ、まあ覚えられない、三味、あだから苦味と酸味と astringency tartness、 渋み、この言葉は絶対使わない。じゃあ神格はどうしてお店の料理じゃなくて薬剤をわざわざ食べるんだ。じゃあ神格はどうしてお店の料理じゃなくて薬剤をわざわざ食べるんだ。モラをたくさん持ってるんだろ。オイラだったら一番高級なお店に行ってたくさん料理を注文してそれを一気に食べるぞ。モラをたくさん持ってるんだろ。オイラだったら一番高級なお店に行ってたくさんの料理を注文してそれを一気に食べるぞ。それは今後この地にとどまるかどうか我自身にもわからぬからだ。それは今後のこの地にとどまるかどうか我自身にもわからぬからだ。世の料理は美味なるもの、しかしいずれ山に戻ってしまえばその美食への思いが修行の妨げになる恐れがある。世の料理は美味なるもの、しかしいずれ山に戻ってしまえばその美食への思いが産業の下げになる恐れがある。わかった。だってもし美味しいもの食べれば山に戻るときにその美味しいものに思ってその美味しいものの味をについて、まあ、美味しいものの味を美味しいもののかなんだっけもその美味しいものの味に考えしまってそれは恐ろしいかな。それゆえ軽く味わうだけにしどのようなものか知るだけにとどめたのだ。それゆえ軽く辛く、I hate this. Fucking know the word, but I don't remember. Ayashi の、ちょっと待って、Ayashi はどうだったっけ？あ、ちょっと違う。だから、軽く。言ってたじゃん。軽く味わうだけにし、どのようなものか知るだけにとどめたのだ。山に戻って？あ、うん、間違いない。こいつ仙人だぞ。山に戻って？順、問題、間違いない。こいつ仙人だぞ。我のことはともかく、主らはこれからどうするのだ？我のことはともかく、主らはこれからどうするのだ。そうだ、忘れるところだった。オイラたち、軍玉閣を再建するためにその素材集めを競ってるんだったよな。そうだ、忘れることだった。オイラたち、軍玉閣を再建するためにその素材、集めを覚えてない。何かある、それとも何かう、兄か兄みたい、競う、競うね。
何これ、もう死にたい。はい、ありがとうございます。競ってるんだよな。まあ意味は分かってると思う。ここで時間を潰してたら他の人に先を越されちゃうぞ。ここで時間を潰してたら他の人に先を越されちゃうぞ。潰すよね。時間を潰す。そうか、その件なら我も道すがら耳にした。そうか、その件なら我も道すがら耳にした。ひひ、もし他の人より早く集めることができたらどんな質問にも答えてくれるらしいぞ。へへ、もし他の人より早く集めることができたらどんな質問にも答えてくれるらしいぞ。まさか神格も参加しに来たのか。まさか神格も参加しに来た、これも早口言葉。まさか神格も参加しに来たのか。確かに我もその件で来たのだが、そういった競い合いに参加するつもりは毛頭ない。確かに我もその件で来たのだが、そういった競い合いに参加するつもりは毛頭ない。ちょっと毛頭ない、毛頭ないじゃん。 Not in the least, not at all。 まあこれはここで書くけど、使い方はまあどうだろう。だが主たちには世話になった分、我も役に立ちたいと思う。安心するがいい、見返りを求めはしない。だが主たちは世話になった分、我も役に立ちたいと思う。安心するがいい、見返りを求めはしない。うえ、求めはしない。神格はそれでいいのかな。でも仙人に手伝ってもらえたら素材集めも順調に進みそうだよな。でも仙人に手伝ってもらえたら素材集めも順調に進みそうだよな。じゃあ一緒に行動しよう。ならば善は急げだ。我に一つ案がある。ならば善は急げだ。我に一つ案がある。うん、神格の案ならきっとすごいんだろうな。うん、神格の案ならきっとすごいんだろうな。すごいかどうかは分からぬが、十分な効果は期待できるだろう。あ、すごいかどうか分からぬが十分な効果は期待できるだろう。我らより先行しているものを全員排除すれば一番になれると思うのだがどうだ。まあそれは法律の反対だよね。我らより先行しているものを全員なんて読むんだったのかな。あ、全員非常 to annihilate。 非なんだったっけ、もう覚えてない。あーまずい。あのね、これ排除すれば一番になれると思うのだがどうだ。ダメだ。どう考えてもやっちゃいけないことだぞ。そうなのか。だが競い合いとは互いを排斥し合って排斥裏で策を弄するものだと聞いたが、排斥弄する、何これ。まずは排斥
Rejection, expulsion. あと、どうする?To play with, to joke, to use trick, to deride. うん、では、そうなのか。だが、競い合いとは互いを排斥し合って、裏で策をどうするものだと聞いたが。オイラたちは正々堂々勝負して一番になるんだ。正々堂々。だって、うん、わかった。で、正義なこととか、正々堂々。Fair and square。うん、正々堂々勝つんだ。おいらたちは正々堂々勝負して一番になるんだ。明確上位し、明確上位し、そして戦果受粉。順番に探そうぜ。まずは不上の石からだな。順番に探そうぜ。まずは浮上の石からだな。店の外から何やら話し合う声が聞こえると思ったら、ああ出た。あなたたちでしたか。これ何だったっけ。いや覚えてない、この名前。薬術さん。店の外から何やら話し合う声が聞こえると思ったらあなたたちでしたか。あ、白術どうしたんだ。行幸さんから傷薬をまとめて仕入れたいという依頼があったのです。ただどうも店の在庫が足りないようでして、これから調達しに行くところなんですよ。行幸さんから傷薬をまとめて仕入れたいという依頼があったのです。ただどうも店の在庫が足りないようでして、これから調達しに行くこと、え違う、これから調達しに行くところなんですよ。調達、サプライ、プロビジョン。行幸はどうしてそんなに傷薬を必要としてるんだ。行幸はどうしてそんなに傷薬を必要としてるんだ。それは私にも分かりません。軍玉閣を再建するお話は私も聞いていますが、その現場で使うのでしょうか。ですがお客様側の事情ですので、あまり深くは追求しないようにしようかと。それは私でも分かりません。軍玉閣を再建するお話は私も聞いていますが、その現状で使うのでしょうか。ですがお客様割いや変ね、え何やったの、ちょっと、え、はい、そば、傍ら、川、川、即、そば、旗。読み方たくさんあるよね。どっちにしよう。お客様方の事情ですので、あまり深くは追求しないよう、え、追求しないようにしようかと。追求っていうなんだろう。追求、どうだろう、追求じゃなくて追求か。ちょっと待って、追求、はい、pursuitsearch, chase, seeking after. 追、いや、追い求める。追求。
それから行幸さんは私から7を借りていきました。ですから福袋は現在かなりの人手不足でして。どうでしょう、あなたたちここで働いてみませんか。見ません、働いてみません、ありがとう。あ、それから行幸さんは私から7を借りて借りていきました。ですから福袋は現在かなりの人手不足でして、どうでしょう、あなたたちここで働いてみませんか。あ、悪いな、オイラたち他にやることがあるんだ。そうだ、白術って物知りだし、名家不条絵師について聞いたことってないか。悪いな、オイラたち他にやることがあるんだ。そうだ、白術って物知りだし、このことについて聞いたことってないか。軍玉閣の再建に必要な素材でしょうか。確か七蔵三景にそれについての記述がありましたね。名家不条石を活性化させれば雲の上まで飛べるとか。え、非常に貴重なものです。軍玉閣の再建に必要な素材でしょうか。確か七何か三景にそれについての記述がありましたね。記述？はい、記述。Description。Description。記述。うん。Description。記述がありましたね。これ。何だっけ、新何か浮上石を火星か、もう諦めたい。これは生活の活で、あとはただの、あ、出た、この星か、火星じゃない？火星か。うん、火星だね。火星はアクティブ。スティミュレーション、レビタリゼーション、レジュビネーション。活性化、アクティベーション、分かった。活性化されれば雲の上まで飛べるとか、非常に奇重なものです。文献に記録されている名家不条石はもうほぼ誰かに採掘されています。これに関しては私よりも飛雲商会の方が詳しいでしょう。飛雲商会、これ文Fuck I hate myself for not paying attention enough to remember。 Literature? 文献？文書だと思ってた。それとも文学、文芸。文献に記録されている何かはもうほぼ誰かに採掘されています。これに関しては私よりも比喩紹介の方が、なんで方は漢字で書かれてないの？まあいい、詳しいでしょ。なるほど、じゃあ飛雲商会に行って聞いてみようぜ。じゃあ飛雲商会に行って聞いてみようぜ。この雲の音読みはどうだろう、うじゃない、飛雲商会、逆術ありがとな。どういたしまして、
うまくいくことを祈っています。他に何か必要なことがあれば遠慮せず鵜袋にいらしてください。どういたしまして。うまくいくことを祈っています。他に何か必要なことがあれば遠慮せず不袋にいらしてください。もう質問したくない。さっさと誰かと戦おう。それともその玉角なんだっけ、名前難しい。あのね、軍玉角再建しよう。さっさくさっさと。坊ちゃま、やっとお帰りになられたのですね。あ、行くわけか。坊ちゃま、やっとお帰りになれたのですね。おや、何を慌てているんだい。おや、何を慌てているんだい。ここ最近紹介に様々な注文が殺到しておりまして、手が回らない状態なのです。殺到。トラッシュ、なんだろうこれ。 flooded with fan letters。 殺到。うん、先を争って人が出口に殺到した。 flood。 そうか、ここ最近紹介に様々な注文が殺到しておりまして、手が回らない状態なのです。坊ちゃまを見かけたら必ず残って手伝わせるよう旦那様からのお達しです。坊ちゃまを見かけたら必ず残って手伝わせるよう旦那様からの立ちします。そういうことか、わかった。とりあえず注文の分類をするよう手配しておけ。他は僕に任せてくれていい。そういうことか、わかった。とりあえず注文の分類をするよう手配しておけ。他は僕に任せてくれていい。ありがとうございます。坊ちゃまがいてくださるだけで一安心です。ありがとうございます。坊ちゃまがいてくださるだけで安心です。もうマジで何だったのか、何だったっけその言葉。ナンパしそう、この人。あ、名前読めないけど、あ、アクさん、なんだろう、読めない。でもゆかきさんはもう彼氏がいるからダメだよ。もう長雲さんの彼氏だから。お前に聞きたいことがあるんだ。お前に聞きたいことがあるんだ。旅人とパイモン、すまない、少し待っててくれないか。もういい。旅人とパイモン、すまない、少し待っててくれ、待っててくれないか。アキョク、僕は客人と話すから君は先に行っててくれ。紹介のことは後で詳しく相談しよう。あくくん、僕はあの客人と話すから君は先に行っててくれ。紹介のことは後で詳しく相談しよう。わかりました。お客人、どうぞごゆっくり。私は先に失礼します。わかりました。お客人、どうぞごゆっくり。私は先に失礼します。まさか今日君たちが来るとは思わなかったよ。どうしたんだい？何か手伝ってほしいことがあるようだけど。まさか今日君たちが来るとは思わなかったよ。どうしたんだい？何か手伝ってほしいことがあるようだけど。ゆくあき、名家不条意氏について何か知らないか？ゆくあき、名何か不条意氏について何か知らないか？なるほど。君たちも軍玉閣の再建に手を貸しているというわけか。なるほど。
君たちも軍玉閣の政権に手を貸しているというわけか。持って？持って？まさか。まさか。実を言うと、飛雲商会には名家不浄意志がある。ただし、一つだけだけどね。実を言うと、飛雲商会にはこの本がある。ただし一つだけ。一つだけだけどね。一つだけだけどね。これは他のものから競売用に預かったものだ。競売用に。君たちが来る前にも何人かに値段を聞かれたよ。これは他のものから、じゃあ基礎と、ちょっと。競売 It's for action。 なんで競売するとも競売どう読む？どう読むんだい？競売の方がいい。競売の方が好き。競売。これは他のものから競売用に扱ったものだ。君たちが来る前にも何人かに、値段を聞かれたよ。物は少なきをもってたっとしとなすという言葉がある通り、競売にかければ最終的に5億もろを超えると予想される。物は少し小なき物は少しなき。ちょっと待って、少なくね、物は少なきを持って、これなんだろう、たっとしとなす。物は好きな気を持ってたっとしとなすという言葉がある通り、競売にかければ最終的に5億もらを超えると予想される。意味は分かった。そんな高いなんて、そんな代金は出せない。正直、大金、この浮上の石を競り落とすことはお勧めしない、うん、相場よりもだいぶ高い上に割にも合わないだろう。正直、この浮上の石を競うけど、競りコンペティション、全然違う読み方、競り落とすことはおすすめしない。愛情よりもだいぶ高い上に割にも合わないだろう。でも、もし明確不条意志がなかったら、でももし明確上で、ま、でもういい。この言葉、焦ることはない。君たちは鳴海聖火神君について聞いたことあるかい？焦ることはない。君たちはこの本について聞いたことあるかい？誰だそれ？誰だそれ？俺も初めて聞く。鳴海聖火神君はかつて利水定山神君と親密な関係にあった方だ。しかし我の記憶ではもうすでに逝去されているはず。この人、この何か神君はかつて利水何かさん神君と親密な関係にあった方だ。しかし我の記憶ではもうすでにない。なんか
説教じゃないけど、まあ、亡くなってるっていうことだけど、一つ目は行く、二つ目は過去の子、聖教、聖教ね、聖教されているはず。そう、まさか僕以外にもあの方について知っている人がいるとはね。そう、まさか僕以外にもあの方について知っている人がいるとはね。関音録に記述された内容によると、鳴海聖火神君は自ら銅典を作り、奇妙で珍しい宝を数多く陳列していたそうだ。その中に君たちが探している名家不浄石がある。カウンエン、わかんない、に記述された内容によると、深海何か神君は自ら銅典を作り、奇妙で珍しい宝を数多く連何かしていたそうだ。その中に君たちが探している何か、あの浮上石がある。あと、なんだっけ。はい。なんだっけ、陳列 to display、 陳列、披露することか、 putting on show、 陳列、披露することかな。陳列、披露の感じはあの時、うん、そうね。鳴海聖火神君が逝去された後、その銅典は荒廃し、歴史の陣愛へと埋もれていった。鳴海何か神君が逝去された後、その銅典は慌てる。あと、はい、廃校の廃だから、慌てるの慌てんんと廃校の廃、え間違ってるの、慌てる、もう左の部分は違う、ここにはもう、はあ、疲れたね。草と脂肪、あとは123、ここはまあこんな感じなんですけど、まあ、違うはずなのに。ダブステーション後輩、Devastation、 その同点は荒廃し、歴史の何かと埋もれていった。これはチリ、チリ、土、無、やI the dust dirt、 まあこの言葉は本しかで見つけられないでしょう。ただ幸いなことに、僕は民間伝承に関する本を最近集めていてね、そこでこの銅典について知ることができたんだよ。そして
何度か検証を重ねた結果、李斜光の近くにその動点があることが分かった。ただ幸いなことに、僕は民間伝何かに関する本を最近集めていてね、そこでこの動点について知ることができたんだよ。そして何度か検証を重ねた結果、李斜光、あのね、李斜光の近くにその導点があることが分かった。ああいいね、頭いいね。でもこれ読めない。でん、まあ、これは承知、伝承、承知の承かな。伝承、伝統と同じか。 Handing down information。 伝承する、僕は民間伝承。Folklore。 これの方が、うん、民間伝承。いいね。やった。あ、でもオイラたちがそれをもらってもいいのか。やった。でもオイラたちがそれをもらってもいいのか。仙人に対してその罰当たりだったり。仙人に対してその罰当たりだったり、罰当たりってなんだろう。罰当たり。Damned, cursed. 罰当たり。え？なんていうの？ Her drumstick. 何これ？まあこの cursed かな？問題ない。我が知る限り、鳴海聖火神君は心が広い。あの方が生きていたとしても、これ式のことは気にしないだろう。問題ない。我が知る限り、鳴海何か神君は心が広い。あの方が、いや違う、あの方が生きていたとしても、これ式のことは気にしないだろう。心が広い。実に斬新な観点だ。どの書物から得た考察なのか、よかったら聞いてもいいかい？心が広い、実に関心、いや斬新な観点だ。どの書物から得た観察なのか、よかったら聞いてもいいかい？斬新？ Brand new？ うん。Unconventional。 斬新な観点だ。これ書物、書物、書何？書物。ただ山野に広がっている噂だ。行くぞ。ただ山野に広がっている噂だ。行くぞ。あの人、なんだか僕の友人に似ている気がする。あの人、なんだか僕の友人に似ている気がする。友人じゃないって。その人は彼氏だろ。あと、彼女は婆さんだろ。だから、まあ、it makes sense。そうだ。それにもう一つ。仙人の導点は非常に緻密に作られたもので自衛機構が備わっている。長いこと放置されてはいたが、
それでも魔物が出てくる可能性は十分にあるだろう。くれぐれも注意してくれ。もうなんでこいつこんな難しい単語使ってんの。まあもちろん俺はここにいる理由は日本語をよく習いたいだけど、ちょっと安心になって、はあ、疲れた。そうだ、それにもう一つ仙人の動点は非常に秘密、わかんない、に作られたもので、自衛機構が準備、何だったっけ、何か準備してる。長いこと放置されてはいたが、それでも魔物が出てくる可能性は十分にあるだろう。くれぐれも注意してくれ。そそなわっている。それじゃない。何これ。備わっている。これは自衛機構？気をつけて行ってくるぜ。ありがとな、ゆくあき。気をつけて行ってくるぜ。ありがとな、ゆくあき。はい、行こうか。どこだろう。李翔、なんだったっけ？李社庫。立社校の近くに行って仙人の洞天を探す。でも逆さまだ。ここだろ。が言ってた場所はこの辺りだと思うんだけど。遅いね、喋り方。何も見当たらないな。どれどれ、ゆきあきが言ってた場所はこの辺りだと思うんだけど、何も見当たらないな。何が起こってんだい。雨が。ここ一帯に痕跡を消すための仙人の法術が貼られていたようだ。先ほどそれを解除した。もう一度調べてみるといい。ここ一帯に痕跡を消すための仙人の法術が貼られていたようだ。先ほどそれを解除した。もう一度調べてみるといい。一体whole area、 ここ一帯に、さすが新角。よし、もう一回探してみよう。おお、さすが新角。よし、もう一回探してみよう。見ろ、さっきまでいなかったのにあそこに洗礼がいるぞ。見ろ、さっきまでいなかったのにあそこに洗礼がいるぞ。洗礼についていく。ここで洗礼が姿を消したよな。見に行ってみよう。このチームでいい。
武器は一定の度合いに成長すると見た目も変わってくるらしい。度合いか。おいらたち、さっきまで滝にいたよな。どうして急にこんなところに出たんだ。おいらたち、さっきまで滝にいたよな。どうして急にこんなところに出たんだ。雲がたくさん空の上にいるみたいだ。雲がたくさん空の上にいるみたいだ。おそらくここが仙人の洞天だろう。おそらくここが仙人の洞天だろう。我らが探している名家不浄石もここにあるはずだ。我らが探している名家不浄石もここにあるはずだ。本当本当か。あれってさっきの洗礼じゃないか。見ろよ、雲の下に潜ってったぞ。見ろよ、なんだっけ、雲の下に潜ってたぞ。潜うじゃないけどね、潜むの、読み方は違う。 to dive 潜る、潜る。読み方たくさんない？たくさんじゃない？潜る。ああ、分かった。しかもよく見ると、ここの岩や木、なんだか不自然じゃないか？まさか雲の下にまだ何か隠れてるのか？しかもよく見るとここの岩や木なんだか不自然じゃないか。まさか雲の下にまだ何か隠れてるのか。神格はどう思う。これは本物の雲ではなく空間を隔てる砲術だ。これは本物の雲ではなく空間を隔てる砲術だ。隔てる。隔てる。 To separate。 下に降りるにはまずこの砲術を維持している装置を破壊せねばならぬ。下に降りるにはまずこの砲術を維持している装置を破壊せぬばらぬ。いやこれ違うけど、破壊か。破壊じゃないだろう。破壊。あ、オッケー。まあこのことは分かってた。よし、じゃあ早速それを破壊しよう。じゃあ早速それを破壊しよう。この地に魔物の気配を感じる。どこに身を潜めているかわからぬが気をつけた方が良い。この地に魔物の気配を感じる。どこに身を潜めているかわからぬが気をつけた方が良い。気をつけた方が良い、うん、あ、使える。どうだろう。
侵入者として認識されたようだ。だがこれしき我が何とかしよう。封印厳禁。競争よ決心となれ。連機化し、それ装置の確信があらわになったぞ。今のうちだ。落ちた。装置が破壊されたされると、下に進むしかないようだ。しかしその前にこの層の集英装置を壊す必要がある。おとなしく捕まれ。全力攻撃だ。神様消滅。直走命ずる。強引限界。2000以上いいな。え、あー C3 わ強っ。あ、やっぱり。おい見ろよ、あの遠くにあるの明覚上位士じゃないか。明覚上位士じゃないか。これが強行の言ってた明覚不上位士なのか。これが強行の言ってた明覚不上位士なのか。
こんなに大きいなんて。こんなに大きいなんて。あのね、軍玉核も大きいからね。あ、大きくないと軍玉核を持ち上げられない。それもそうだな。でもどうして浮いてないんだ。でもどうして浮いてないんだ。活性化されていない浮上の石が宙に浮くことはない。見た目は普通の石と異なるが、その重さはほぼ同じだ。あ、活性化されていない浮上の石が宙に浮くことはない。見た目は普通の石と異なるが、その重さはほぼほぼ同じ。いや違う、ほぼ同じだ。浮上の石は活性化されることで初めてその進化を発揮する。属性の束縛から解き放たれ、何これ、空へと浮かび上がるのだ。もうムカつく、神格さん。普通の人間として喋りなさい。あ、不正、それとも浮上の意思は活性化されることで初めてその進化を発何かする。何かの役縛り、即縛りから解き放たれ空へと浮かび上がるのだ。いやー、これは True value? Then this, I don't know. 初と、この漢字見たことある気がするけど、発揮 to demonstrate。 さっき披露する言葉みたいに何だったっけ、他の言葉があったけど、 to show、 何だったっけ。ロースルじゃない、調達か。あ、これ陳列だったっけ、なったっけ。だから初めてその進化、初めてその進化を発揮する。あと、もう初めてその進化を発揮する、属性の束縛から restraint、 binding、chains、 束縛、その束縛から解き放たれ、放たれそれへと浮かび上がるのだ。そうだったのか。神格は物知りなんだな。神格は物知りなんだな。我の師匠は雑談が好きでな。暇があれば我を引き連れ、様々な伝承を話してくれた。我の師匠は雑談が好きでな。暇があれば我を引き連れ、様々な伝承を話してくれた。興味のない内容の方が多かったが、まさかこのように役に立つとは。興味のない内容の方が多かったが、まさかこのように役立つとは。
神格の師匠って。あ、ふと思ったんだけど。あ、ふと思ったんだけど。もしここで活性化させたら持ち帰れないよな。そんなことしたらオイラたちまで一緒に飛んでっちゃうし。うん、もしここで活性化されたら、活性化させたら、持ち帰れないよな。そんなことしたらオイラたちまで一緒に飛んでっちゃうし。でも活性化させないと重くて運べないと思うぞ。うん、どうやって運んだらいいんだ。でも活性化させないと重くて運べないと思うぞ。うん、どうやって運んだらいいんだ。案ずるな。これ好きであれば我にとって大した重さではない。案ずるな。これ好きであれば我にとって大した重さではない。でも安全第一だぞ。でも安全第一だぞ。心配無用だ。この浮上の石が貴重であることは重々承知している。ぶつけたりせぬよう細心の注意を払おう。心配無用。この重症の席が基準であることは貴重であることは重々承知している。ぶつけたりせぬよう初心の注意を払おう。パエモンは神格のことを心配している。安全第一なのは神格の方の方。神格の方。我をそうだぞ。神格がどんなにすごくてももしこんな重いものの下敷きになったら怪我だってするだろう。そうだぞ。神格がどんなにすごくても もしこんな重いものの下敷きになったら怪我だってするだろう。下敷き。下敷きじゃないけど下下敷き違う。この漢字はちょっと違うけど何だったっけ。ああどこで見たんだろう。書かなきゃいけないの。下敷き。placed under, being pinned under. 下敷き。下敷き。重いものを運ぶときは身の安全に気をつける。これは常識だぞ。重いものを運ぶときは身の安全に気をつける。これは常識だぞ。そうなのか。ありがとう。そうなのか。ありがとう。ならば気をつけるとしよう。我は浮上の石を担いで先に行っている。後ほど建設現場で落ち合うとしよう。To the shoulder, to carry over, to carry on one's shoulder. ならば気をつけるとしよう。我は浮上の石、浮層の石、浮層の石を担いで先に行っている。後ほど、建設現場で落ち合うとしよう。神格は浮上の石を重いものを持ち上げられるなんて。神格ってやっぱりただものじゃないよな。オイラたちも早く建設現場に戻って神格と合流しよう。神格と合流しよう。元素反応。風元素は
水、炎、雷、氷元素の雨宿りをしましょう。ここに行かなくちゃいけないみたい。失われた神の目、神の目か。うららかな日和です。どこかへ行きませんか。はあ、行きません。用事があるんだい。あ、軍玉、軍なんだっけ、軍玉閣の選定現場、それとも現状、現場ねの現場に行って神格を探す。なんてことだ、神よ、僕は夢でも見ているのか。なんてことだ、神よ、僕は夢でも見ているのか。あれほど巨大な石を持ち上げるなんて、彼女こそ伝説に歌われる仙人に違いありません。歌われる、あれほど巨大な石を持ち上げるなんて、彼女こそ伝説に歌われる仙人に違いありません。歌われる、でも漢字は違う。 To be exclaimed、 まあ意味はそれね。仙人様、どうか来年の収入が上がりますように。俺もそう言いたい。仙人様、どうか来年の収入が上がりますように。体積、品質ともに最上級。保存状態も非常に素晴らしいですね。このレベルであれば申し分ありません。なんだっけ。体積、品質ともに最上級、保存状態も非常に素晴らしいですね。このレベルであれば申し訳ありません。体積は何だろう。Oh, volume, capacity。この名家不浄石には満点をつけても問題ないでしょう。お名前をお伺いしても。この名家不浄石には満点をつけても問題ないでしょう。お名前をお伺いしても。我の名は重要ではない。これの競い合いに参加しているわけではないからな。我の名は重要ではない。これの競い合いに参加しているわけではないからな。我はこの石の運搬を頼まれただけ。運搬。依頼主はもうすぐ来るはずだ。Transport, transportation。運搬ね。我はこの石の運搬を頼まれただけ。依頼主はもうすぐ来るはずだ。神格。それと行幸の手下も。失格、それとも行幸の手下も。なんとあなたたちでしたか。これほどの不浄の石を見つけたのも納得できます。なんとあなたたちでしたか。これほどの不浄の石を見つけたのも納得できます。しかし一つ訂正させてください。私は手下ではなく師匠です。しかし一つ訂正させてください。私は手下ではなく秘書です。訂正、 Let me correct you ね。はい。ひひ、秘書のお姉さん、この石はオイラたちみんなで見つけたんだ。どうだ、すごいだろう。秘書のお姉ちゃん、この石はオイラたちみんなで見つけたんだ。どうだ、すごいだろ。正直なところ、これまでに届いた浮上の石の中で最上級の品質です。
正直なところこれまでに届いた不条の意思の中で最上級の品質です。予想外のことが起こらない限りこの石を土台にして軍玉閣の再建は進められると思います。予感外のことが起こらない限りこの石を土台にして軍玉閣の再建は進められると思います。今日はお疲れでしょう。行幸様がこの近くで民宿を借りています。お休みになりたい方はそこに泊まっていただいて構わないとのことです。今日はお疲れでしょう。行幸様がこの近くで民宿を借りています。お休みになりたい方はそこに泊まっていただいて構わないとのことです。それでは私は先に失礼します。ご覧の通りまだやることが山積みですので。山積み？これで私は先に失礼します。ご覧の通りまだやることが山積みですので。山積みって だってたくさん山積み何言った？山あと積み重ねるの積み山積み山積み、いいねこの言葉。山積みです。山積みたくさん山積みですので。神格、さっきここに到着した時みんな神格のことを尊敬の眼差しで見てたぞ。神格、さっきここに到着した時みんな神格のことを尊敬の眼差何それ目差じゃない。でも確かにそれじゃない？尊敬の目。違うの？違わないだろ？わかんない。そうなのか？反応が薄いな。こういう時はもっと喜ぶもんだぞ。反応が薄いな。こういう時はもっと喜ぶもんだぞ。もしオイラが誰かにすごいって褒められたら胸を張りながらニヤニヤしてるぞ。もしおいらが誰かにパイモンすごいって褒められたら胸を張りながらニヤニヤしてるぞ。以前我も似たような称賛を浴びたことがある。以前我も似たような称賛を浴びたことがある。称賛、称賛じゃないか、勝負ファッションね。あと出ないね。どこだっけ、ないみたい。賛成のせいじゃない。あ、賛成の賛勝さん、praise, to be praised. 称賛。違う。これ。称賛を浴びたことがある。その者たちは我を仙人と呼び、まるで遠い存在であるかのように敬意を払いながら接してきた。その者たちは我を仙人と呼び、まるで遠い存在であるかのように敬意を払いながら接してきた。でも仙人ってみんなそんな感じだろ。オイラたちがこれまでに会ってきた仙人もみんな浮世離れしてて普通の人間とは違ってたぞ。でも仙人ってみんなそんな感じだろ。オイラたちがこれまでに会ってきた仙人もみんな浮世離れしてて普通の人間とは違ってたぞ。
浮世離れ、浮世離れ。 Otherworldliness, detachment from the real world. 浮世離れ。しかし我はそうでは。しかし我はそうでは。深刻。大丈夫。何でもない。露天に入ってから力を酷使していたゆえ少し疲れただけだ。酷使。Overuse. 酷使。酷使する。違う。力を駆使したら腰。あ、違う。力を駆使したら酷使しちゃう可能がある。力を駆使したら酷使しちゃう可能性がある。力を駆使したら酷使しちゃう可能性がある。大丈夫か？あ、そういえば百番が言ってたよな。近くの民宿を借りてあるって。そこで休憩しよう。大丈夫か？あ、そういえば、あ、行幸さんの秘書が言ってたよな。近くの民宿ね。民宿だろ？それとも民宿？あのね、あのね、泊まるじゃないけど民宿。はい、民宿です。民宿を借りてある。え、借りてあるって。そこで休憩しよう。心配は無用だ。どこか人里離れた静かな場所を見つけ少し座禅を組めばじきに治る。座禅。心配は無用だ。どこか人里離れた静かな場所を見つけ少し座禅を組めばすねに治る。すね？つね？常じゃないけど、実家に。え、何これ、ちょっと待って。実家に。うん。で、座禅は何だろう。え、座禅。あ、meditation, a kind of meditation. 少し座禅を組めば地下に治る。ダメだぞ。もしその間に危険な目にあったらどうするんだ。ダメだぞ。もしその間に危険な目にあったらどうするんだ。お腹が空いたら美味しいものを食べて、眠くなったら屋根のある場所でちゃんと寝る。無理をするのは良くないぞ。これはあのさゆちゃんのデートイベントになかったっけ、この言葉。お腹が空いたら美味しいものを食べて、眠くなったら屋根のある場所でちゃんと寝る。あ、屋根のある場所。 A place where there's the roof. 屋根のある場所でちゃんと寝る。無理をするのは良くないぞ。パエモンの言う通り、外よりも屋内の方が休まる。わかった、覚えておこう。わかった、覚えておこう。あ、そうと決まれば早速神格を民宿に連れて行こう。お、そうと決まれば早速神格を民宿に連れて行こう。
宿のオーナーと会話する。ご宿泊ですか？先ほどちょうど残り2部屋になったところなんです。お宿泊ですか？先ほどちょうど残り、2部屋になった、それとも2部屋になったところなんです。軍玉閣の再建にこの地区が選ばれて以来、大工や野次馬、業務担当者やお茶売りと利用者が後を絶たない状況でして。何これ、もう軍玉閣の再建にこの地区が選ばれて以来、大工や野結馬、業務担当者やお茶売りと利用者が後を絶対じゃないけど、絶対じゃない、この動詞は何だろう。耐える、耐えたい、耐えたいじゃない。はい。 To die out, to peter out, to become extinct, to cease, to be stopped。 まあ後を耐えたない、まあこれじゃないけど、立つ、ただの立つか。To cut off, to suppress, to eradicate。 立たない状況でして、だから今日もかなり混み合ってるんですよ。部屋もどんどん埋まってしまい。お客さん、間に合ってよかったですね。だから今日もかなり、これ混同する、混ざる、混み、混みか、混み合って、混み合ってる、違うけども、混み合う、 to be crowded。 ありがとう。今日もかなり混み合ってるんですよ。部屋もどんどん埋まってしまい、お客さん間に合ってよかったですよね。おお、オイラたち運がいいな。オイラたち運がいいな。片方はまだ部屋の掃除中でして、おそらく30分ほどしたらご案内できるかと思います。もう一つの部屋は扉を左に曲がったところにあります。片方はまだ部屋の掃除中でして、おそらく30分ほどしたらご案内できるかと思います。もう一つの部屋は扉を左に曲がったところにあります。どうぞ、客室の鍵です。皆さんごゆっくりお休みください。それでは。どうぞ、客室の鍵です。皆さんごゆっくりお休みください。それでは。それじゃあ新閣が先に部屋を使ってくれ。オイラたちは外で部屋の掃除が終わるのを待ってるから。それじゃあ新閣が先に部屋を使ってくれ。オイラたちは外で部屋の掃除が終わるのを待ってるから。ついでに美味しい食べ物がないか見てこようぜ。さっき大きなチキンを持ってるお客さんがいたぞ。ついでに美味しい食べ物がないか見てこようぜ。さっき大きなチキンを持ってるお客さんがいたぞ。後で新閣にも夜食用に買ってきてやるよ。明日の朝ごはんにしてもいいしな。後で新閣にも夜食用に買ってきてやるよ。明日の朝ごはんにしてもいいしな。ならば我は休もう。ならば我は休もう。何かあったらいつでも呼べ。
我の眠りは浅い。戸を叩くだけですぐに起きよう。何かあったらいつも呼べ。我の眠りは浅い。戸を叩くだけですぐに起きよう。ゆっくり休んで。ああ、また明日。ああ、また明日、また明日。あれってクラウドリテイナーじゃないか。どうしてこんなところに。龍雲借りる風神君、行ってみようぜ。行ってみようぜ。はい、鳥居ちゃん。神格とはもうあったようだな。どうだ、あの子とは仲良くやれておるか。神格とはもうあったようだな。どうだ、あの子とは仲良くやれておるか。もちろんだぞ。龍雲釈放神君も神格のことを知っているのか。もちろんだぞ。龍雲何か風神君も神格のことを知っているのか。それは当然。リーウェ校で長年生活するカーンを除けば、生き残っている仙人たちは多かれ少なかれ神格と関わりがある。それは当然。リーウェ校で長年生活するカーンを授ければ授くじゃないけど、覗ければ、カウンを覗けば、生き残っている仙人たちは多かれ少なかれ神格と関わりがある。そうだったのか。なあ、神格の鮮明って何なんだ。そうだったのか。なあ、神格の鮮明って何なんだ。神格って呼んだ方が親しみがあるけど、やっぱり罰当たりな気もするし、うん、きっと鮮明で呼んだ方がいいんだよな。でも彼女は仙人じゃないのかな、まあ、そう呼んだ気がする。神格って呼んだ方が親しみがあるけど、やっぱり罰当たりな気もするし、きっと鮮明で呼んだ方がいいんだよな。鮮明。なぜ神格が鮮明を持っていると。鮮明、なぜ神格が鮮明を持っていると。え、仙人ってみんなすごそうな称号を持ってるんじゃないのか。え、仙人ってみんなすごそうな称号を持ってるんじゃないのか。称号。Title. その通りだが、しかし神格は人間だぞ。その通りだが、しかし神格は人間だぞ。ああ、なんだそうだったのか。ち、やっぱり。お前は気づいてたのか。っていうことは知らなかったのはオイラだ。お前は気づいてたのかっていうことは知らなかったのはおいらだけや。お前たちから見てあの子は普通の人間と異なるのか。お前たちから見てあの子は普通の人間と異なるのか。神格っていつも問題の解決方法が直接的というか、神格っていうもう問題の解決方法が直接的というか。初めてあの子と会った時もそのような感じだったが、それは今も変わっておらん。初めてあの子と会った時もそのような感じだったが、それは今も変わっておらん。わらわと神格の出会いはとある洞窟の中であった。あの日
わらわがその洞窟の近くを偶然通りかかると、魔人の残骸から放たれる気配を感じた。わらわと神格の出会いは、とある洞窟の中であった。あの日、わらわがその洞窟の近くを偶然通りかかると、魔人の残何かから放たれる気配を感じた。残骸、デブリ。魔人の残骸から放たれる気配を感じた。わらわはすぐ中に入ると、そこには弱いにして6歳ぐらいの幼い神格がおった。あの子は短剣を手に、魔人の残骸である魔物と戦っていたのだ。わらわすぐ中に入ると、そこには何かにして6歳ぐらいの幼い神格がおった。あの子は短剣を手に、魔人の残骸である魔物と戦っていたのだ。これは年齢の例と違うよね。違わないかな。弱い。弱いにして6歳ぐらいの幼い神格。なんだかかなり危険な状況だったみたいだな。わらわが到着したとき、すでに神格が魔物と対峙して数日も経っていた。凡人のことは心も体も脆く、生きるには親の庇護を受けなければならない。だが神格は違った。わらわが到着したとき、すでに神格が魔物と対峙して数日も経っていた。凡人のことは心も体も脆く、生きるには親の庇護を受けなければならない。だが神格は違った。脆い。Brittle, fragile. 生きるには親に庇護を。庇護じゃない？あのね。どうだ？うん。Asylum、庇護。生きるには親の庇護を受けなければならない。だが神格は違った。あの子があのような危機を耐え忍ぶことができたのは、強い精神力のみならず、生まれ持っての気骨と殺意があったからだ。あの子があのような危機を耐え忍ぶことができたのは、強い精神力のみならず、生まれ持っての気骨と殺意があったからだ。気骨。気骨。Backbone. Spirit. Soul. 気骨。殺意。A sense.Murder intention. Okay. わらわがその魔物を仕留めた後も、あの子は気を緩めることなく、わらわにまで刃を向けてきた。だがわらわに傷をつける意志がないと分かると、何も言わずに気を失った。わらわが
その魔物を仕留めた後もあの子は気を、めることとなくわらわにまで刃を向けてきた。だがわらわに傷をつける意志がないとわかると何も言わずに気を失った。あのね、緩める。緩める。To loosen, to relax, attention, to let down one's guard. あの子は気を緩めることなく、わらわにまで刃を向けてきた。わかった。つまり、もし龍雲釈放神君がいなかったら、今頃神格は…つまりもし、お前がいなかったら、今頃神格は…いや、必ずしもそうとは限らぬ。わらわがついた時には、魔人の怨嗟は無散し始めていた。あのまま膠着状態が続いていたら、生き残ったのは神格だったはずだ。いや、必ずしもそうとは限らぬ。わらわがついた時には魔神の怨嗟は無散し始めていた。あのまま何か着状態が続いていたら、生き残ったのは神格だったはずだ。まずは怨嗟。Resentment, grudge. でも漢字はこれか。はい。怨嗟は無散し始めていた。無残か。ちょっと待って。これは。皆無の無だろ。ちょっと待って。皆無の無、はい、と無散 dispersing vanishing、 はい、 it makes senseでも、マジで使われてるの、この言葉。それでも、かなり危険な状況だったんだろ？なんでそんな小さな子が魔人の怨嗟と戦わなきゃいけなかったんだ？それもかなり危険な状況だったんだろう。なんでそんな小さな子が魔人の怨嗟と戦わなきゃいけなかったんだ。神格はこの世のあらゆる苦難や試練の片鱗を味わったのだろう。そしてわらわは行く当てのない神格を引き取ったのだ。片鱗、 a bit, a glimpse.神格はこの世のあらゆる苦難や試練の片鱗を味わったのだろう。そしてわらわに行くあてのない神格を引き取ったのだ。つまり神格が言ってた師匠って、おそらくわらわのことだろう。神格の体質は特別なもので、戦術の修行に適しておった。わらわと他の仙人たちはその見事な才に可能性を見出し、技を伝授することにしたのだ。神格の神質は特別なもので、戦術の
修行に適しておった。わらわと他の仙人たちはその見事な才に可能性を見出し、技を伝授することにしたのだ。授けたっていうことだと分かってるんだけど、伝授伝授あ伝授しかし子供の頃より放たれていた殺意は年を重ねても消えることなく、むしろ日を追うごとに増していった。しかし子供の頃より離れていた殺意は年を重ねても消えることなく、むしろ日を追うごとに増していった。ある日、昨月畜養神君があの子を占ったことがあった。神格は孤独であだなすもの、その身には邪気が宿り、友人や家族に災いをもたらすことがままあると出た。矜持の兆しであったため、赤ひもで魂に枷を加え殺意を抑制させたのだ。正直に言ったことは分かった。でもこの漢字はあんまり読めない。ある日、正月削上神君があの子を占ったことがあった。神格は孤独であだなすもの、これは仇じゃないの、うん。でもここにはもうあだなす to do someone an ill turn。 その身には邪気が宿り、友人や家族に災いじゃないけど、これは災い、友人や家族に災いをもたらすことがままあると出た。矜持を兆し、高矜持の兆しであったため、ちょっと違うね。紐。赤紐で魂に何かを加え、これじゃない、マジで見つけられへん。もう木だろ、あと力、あと口。
が見つけられない。試しに何かを加え、殺意をリストレインさせたのだ。赤紐で縛られたことで神格はだいぶ落ち着くようになった。表情も和らいだが、代わりに少し朴訥としてしまってな。赤紐の力が強すぎたゆえに他の感情をも抑え込んでしまったのだろう。赤紐で赤紐で縛られたことで神格はだいぶ落ち着くようになった。表情も和らいだが、代わりに少し違うかもしれないけど、バルカドル、もう僕とつ unsophisticated unaffected simple 僕とつ漢字かっこいい。少し朴訥としてしまってな。赤ひもの力が強すぎたゆえに他の感情も迎え込んでしまったのだろう。迎えるじゃないけど、抑える、 suppress。他の感情も抑え込んでしまったのだろう。この広大な世で出会ったのもある種の縁。お前たちにも神格との縁がある。今後ともあの子をよろしく頼む。あの広大な世で出会ったのもある種の縁。お前たちにも神格との縁がある。今度ともあの子をよろしく頼む。なるほど。じゃあ竜音釈放神君は神格のことが心配だったから様子を見に来たんだな。なるほど。じゃあ君は神格のことが心配だったから様子を見に来たんだな。そんな単純な理由なわけがなかろう。今のリーユエコーは平和そうに見えるが、その裏には危険が潜んでおる。うん、そんな単純な理由なわけなかなわけがなかろう。今のリュウエイコは平和そうに見えるが、その裏に危険が潜んでおる。両校は今はリーウェと人の契約の時代だと大口を叩いておったが、時期に訪れる嵐をどう対処するか、わらわはそれを見届けに来たのだ。行行は今は理由へと人の契約の時代だと大口を叩いておったが、時期に、ま、さっき時間に書かなかったっけ、ちょっとね、え、時間に、え、どっちだろう、時間に、それとも時期に、ああ時期には in person、 時期にはすぐ、うん、時期に訪れる嵐をどう対処するか、わらわはそれを見届けに来たのだ。もし彼女がうまく対処すれば、わらわはその偉業の証人となろう。逆にそうでなければ、わらわがことを引き継ぐことになる。
もし彼女がうまく対処すれば、わらわはその異形の証人となろう。逆にそうではなければ、わらわはことを引き継ぐことになる。異形。Great achievement.思ったより話が長引いてしまったな。そうね、俺もそう思うね。今日はもう遅い。そうね、お前たちは早く休むといい。うん、思ったより話が長引いてしまったな。今日はもう遅い、お前たちは早く休むといい。うん、ありがとう、俺もそう思う。神格は仙人じゃなくて仙人に育てられた人間だったんだな。育たれた。え、だから仙人扱いされると困ってたのか。他人から必要以上に敬意を払われたら逆に気を使っちゃうもんな。まあ、明日を待たなきゃいけないから、あ、本当の世界の明日を待つんだ。だから見てくれてありがとうございます。今はちょっと休みたいんだ。だからさよなら。